セクシーゾーン、中島健人、スノーマンのドーム公演で岩本照に感激した理由明かす。セクシーゾーンメンバーが交代でパーソナリティを務めるラジオ、セクシーゾーンのクワーゾン、文化放送。7月4日深夜の放送回には中島健人が出演し、スノーマンのドームコンサート、スノーマンファーストドームツアー2023アイドーミー、を見に行った感想を語った。中島は、日本語吹き替え版で主人公、ノアの声を担当した映画、トランスフォーマー、ビースト覚醒、のプレミアイベントに出席するため、現地時間の6月5日、アメリカのニューヨークを訪れ4日間滞在。その後、一度東京に戻ってきてから、10日からスタートしたセクシーゾーンのライブツアー、セクシーゾーンライブツアー2023チャプター2で静岡を訪れるなど、弾丸スケジュールだったという。そして12日にスノーマンのライブを見に行ったところ、スノーマン、目黒蓮から、ケントくん、本当にライブに来てくれてありがとうございました。正直、ニューヨークにいたり静岡にいたり、瞬間移動ですか?と言われたそうだ。